待てば過激のつかびより。皆さんこんにちは、めぐまりです。さて今回は星組の野球忍法帳のことについてお話ししていこうかなと思っております。もともとはこの小説の作品だったんですけれども、まあ、漫画化されたりですとか映像化されて、今回は宝塚の舞台でということなんですけれども、まあ、あらすじなどはもうホームページで、劇団のホームページご覧いただけたら一番わかりやすいかなと思いますので、はい、そちらの方に行っていただけたらと思います。のこの舞台、夫と一緒に見に行ったんですけれども、の夫はですね、もともと日本史選択だったっていうこともありまして、結構こう1幕目のお芝居すごく楽しんでいたんですよね。まあ、私ももちろん楽しんでたんですけれども、最近その男性受けするっていう言葉が適切かどうかわからないんですけれども、まあ、シティハンターをね、宝塚でしたりですとか、今回の野球忍法帳を宝塚でやったりですとか、そういったこう今までとはちょっと違う客層を取り込もうとされている新しい試みなのかなっていうふうには感じていたんですが、夫は結構こう楽しんでおりました。はい、私も夫も一番驚いたのがですね、レイ誠さんの盾をしながらの歌唱ですよ。本当にブレないんですよね。びっくりして、もちろん何度か夫と一緒に宝塚見に行ってたんですけれども、何度か見てる夫でちょっと体勢はあるはずなのにびっくりしてました。はい、何なんでしょうね、録音ですかっていうくらい本当に綺麗に歌ってらして、私分かんないです、腹筋がどうとか、歌ってる時に喉がこう開いてとか、喉の筋肉がこうで声帯がこうでとか全然分からないんですけれども、まあ、ただ一言すごいとしか言いようのない、はい、盾をしながらの歌唱難なくされてますけど、あれ絶対大変ですもんね。いやー、それをこう限界を超えてくるレイさんって本当にすごいなーと、もうすごいしか出てこない、大変ですよね、ダメですよね、何なんでしょう、同じ人間ですかっていうくらい、はい、驚きましたし、夫も驚いておりました。あと合図七本槍という、この悪いやつらがいるんですね。なんかこうイメージはアメコミの、まあ、ダークヒーローというんですかね、ヴィランが勢ぞろいみたいな感じなんですけれども、その7人が登場するときに一列になって登場するんですけども、もうその瞬間がめちゃくちゃかっこよくって、まあ、何回も何回も脳内でそれを再生しているんですが、本当にかっこいいんですよ、本当にかっこいいんですよ、もう特に私の大好きな天花さん本当にかっこいいの。天花さん一人だけちょっとこう色浅黒く塗ってらっしゃるんですが、もう私はですね、その浅黒く塗ってるのをですね、2月のみその座の OK への壮大な伏線だと信じておりましたので、ね、みその座来てくださるのですごく嬉しいんですが、まあ、まだ配役はね発表されていないんですけれども、もうそうやって見てました。はい、ただね、本当にかっこよくて、その7人がみんなイケメンなんですよ。やっぱりどういう殺され方をしてもきっと本望っていうくらい、まあ、悪いやつらなんですけどね。ただやっぱ一番はね、天花さんの穴長い槍に、まあ、この先はちょっと自主規制します。はい。ただもうそれぞれかっこよくて、極美さんがピンクの口紅を塗ってらしたんですけれども、あんなにピンクが似合う悪者いる？みたいな、びっくりしました。なんと綺麗なお顔で残忍なことをなさるんでしょうみたいな、
あれはきっと宝塚の舞台だからこそ成立するんだろうなって思っております。あと娘役さんたちも大活躍してたんですね。あのプリキュアみたいなちょっとね、分かってくださる方いらっしゃるかしら。そう、プリキュアとかセーラームーンみたいな感じだったんです。それぞれ皆さん、まあ、テーマカラーって言ったらあれですけど、色違いのそれぞれのお色のものをつけてらして、あだうちのためにちょっと頑張るんですけれども、その戦ってる姿ですとか娘役さんが奮闘されてる姿を見ると、こういう舞台もいいなって思いました。なかなか娘役さんたちが大人数で活躍されてる舞台ってあんまりなかった記憶なんですよね。ですので、まあ、今回このような形で男役さんも活躍しつつ娘役さんも活躍する、同じように活躍するっていう舞台が新鮮ですごく楽しかったです。なんだかそういうバランスっていうのは現代的なのかしらと思っていました。まあ、お話としてはね現代ではないんですけれども、楽しかったですの、まあね、前回もちょっとお話ししましたけれども、ツイッターのスペース聞かせていただいて、皆さんのその洞察力というか観察力ってすごいな、そして考察力もすごいなと思って、あの私が気づかないところをやっぱこう気づいてて、私が気づかないところって言ったらもう私が何様やねんっていう形なんですけれども、あのなかなか舞台を見て気づけない部分も、まあ、見方が変わると気づくじゃないですか。そういった方たちのそのツイッターの考察ですとか見どころを見て舞台を見るとまた違った見方ができて、本当に世の中は便利になったなと思いながら、あの舞台の楽しみ方が増えたような気がしましたね。それってやっぱりこうジェンヌさんたちが作り上げて役をこう生きているからこそ、それが伝わってるからこそ、そういった感想ですとか考察が上がってくるんだろうなって思うので、ね、私はもう前回話した通り直感で生きてる人間ですので、そこまで考察がちょっとできないんですけれども、そうやって考察するという方もいらっしゃるので、その方のお力を借りながらより舞台をこう楽しめております。そう考えると私ってまだまだ浅瀬をこうピチピチ泳いでるんですよね。あの宝塚って遠浅だと思ってるんです。私深海には深海の猛者、深海の主たちが多分いっぱいいらっしゃって、私はもうまだまだ浅瀬をこうピチピチ泳いでるだけだなと思ってるので、もっともっと修行せねばならんなと、はい、思った次第でございます。次回はですね、ショー2幕のモアダンディズムについてお話できたらなと思います。また次回もご覧ください。それでは。